仙台都市圏環状自動車専用道路は、宮城県仙台市を中心とする仙台都市圏において、仙台市と新部を中心として広がる DID を取り囲むように通る、総延長約 60km の環状の有料自動車専用道路の通称。5つの高速道路の各々の一部、または全部によって構成されるため、仙台都市圏高速環状ネットワークとも呼ばれる。 公式愛称は、ぐるっと、仙台。公式な英称は定められていない。2010年3月27日に全線開通した。総延長は 58.、58.9km。政令指定都市の都市圏域に設置された、環状自動車専用道路としては、全国で、初めての、全通例である。仙台市が整備してきた、一般道による、骨格幹線道路網。 三環状十二放射状線の三環状の外側を通り、十二放射状線のいくつかとインターチェンジで接続している。なお、一般道との間では、仙台南 IC と山田インターチェンジにおいて、進行方向に制限があるので注意が必要。構成する道路を北端にある富谷ジャンクションから時計回りに以下に示す。なお、色は便宜上用いたものであり、 路線カラー等に基づくものではない。管理、運営は、東日本高速道路東北支社で、2016年4月1日以降の体制では、東北自動車道が、同社の仙台管理事務所、それ以外の区間が仙台東管理事務所の管轄である。1964年に新産業都市、仙台湾地区に指定された当地では、 高度経済成長期に計画、建設された、日本道路公団の東北自動車道の、県内区間が1970年代半ばに、開通するのを前にして、1972年に、宮城県道路公社が設立された。同社はまず、東北道、仙台南 IC と接続する国道286号と、国道4号仙台バイパスとをつなぐ仙台。 南有料道路を1981年に共用を開始した。これにより、1970年開設の仙台卸商団地をはじめとする仙台東部流通団地及び1971年開港の仙台港などが仙台市都心部を迂回して東北道とつながるルートを確保した。また同社は日本三営 松島の観光地区を迂回させる仙台、松島有料道路を1980年代に開通させて、仙園地区を通る国道45号のボトルネックを解消し、県内第二の都市で、石巻工業校及び特定第三種漁港、石巻漁港を要する石巻市と東北道との間の接続を改善した。なお、仙台松島有料道路は、 新産業都市、仙台湾地区を従管し、仙台港や仙台空港などと結ぶ、仙台湾岸港規格道路の一部を構成する。東道は、当初から、環状高速道路として、計画、整備されたものではなく、新規路線がこれら既存の自動車専用道路の間を、つなぐことで環状化を実現させたものであるため、道路の運営、種別、規格、 車線数などが不統一で建設された。環状化が進むにつれ、完成予定が大規模イベントとリンクされるようになり、2001年の新世紀、宮城国体前には全線開通の予定とされた。しかし実現せず、2002年のサッカーワールドカップでも、全線開通はかなわず、会場もよりのリフシラカシ大インターチェンジまでの、猛長短だった。 全線開通はさらに遅れて2010年3月27日となった。環状高速を構成する、各道路には各々の法定路線名、道路名、英語名があるが、環状高速そのものを指すそれらは存在しない。そのため、環状高速が完成に近づくにつれて、任意の名称で呼ばれるようになり、国土交通省は、仙台都市圏環状自動車専用道路、 仙台都市圏高速環状ネットワーク、仙台環状自動車専用道路、仙台環状道路を使用した。マスメディアでは、仙台都市圏高速環状道路、仙台都市圏高速環状道、仙台圏高速環状道、仙台高圏環状道路、仙台環状道、環状高速、環状道路などと称されてきた。 このような名称の混乱状態を解決するために、愛称の公募が行われ、環状道路の中に森のと仙台がある様子をイメージさせるとの理由から、ぐるっと仙台に決まり、2010年10月3日に発表された。仙台南部道路の未見道路公社により建設、維持運営されていたが、通行料金が割高であったり、 ETC 割引が適用されなかったりなどの問題があったことから、ネクスコ東日本への移管が、宮城県などから長らく要望されていた。この要望が実現し、2013年7月1日に、仙台南部道路は、県道路公社からネクスコ東日本へ移管された。仙台南部道路の山田長町間にある、水越車線区間と対面交通区間の移行部、 名取川左岸の堤防沿いを通る。2001年に開通した仙台東部道路の仙台東インターチェンジ仙台高北インターチェンジ間にある仙台東部高架橋。県道仙台塩釜線の上空を通る。2006年に環状高速内唯一のスマート IC が泉パーキングエリアに設置。2010年の富谷ジャンクションの供用開始により、 感情高速が全通。2010年にリフ JCT が古化された。以下に500メートル以上の橋の一覧を示す。リフ高架橋は高架のリフ JCT を含めた長さを連続とした。リフ高架橋とタガ城高架橋はリフ JCT で接続しているが、タガ城高架橋は三陸自動車道本線方向の長さであり、両橋の長さは 単純に合計できないので分けた。仙台南部道路の山田インターチェンジと仙台南 IC との間には別々に名称が付いているが河川橋と高架橋が連続している区間があるため一覧に含めた。北端にある富谷ジャンクションから時計回りで記載。全延長の約に3の区間が仙台市内を通る。北端にある富谷ジャンクションから時計回りで記載。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。